こんにちは、制限チャンネルです。今回はこちら、ガリガリ君を美味しく食べる方法、やってみたいと思います。先日、テレビで見たんですけども、このガリガリ君を簡単に、美味しく食べる方法っていうのがあったんで、やってみたいと思います。今回やるのは、このガリガリ君と、使うのはもう一つこちら、炭酸水。これで使ってやってみたいと思います。これで、簡単に作る、ガリガリ君シャーベット、やってみたいと思います。グラス用意しておきました。これいいですよね。ギネスじゃないコロナビールのグラスです。で、簡単でガリガリ君を砕いてこの炭酸水を入れるだけです。では早速やっていきたいと思います。はい、とりあえずこんなもんですかね。これに、炭酸水を注いでみます。なんかもうこれだけで美味しそうですね。ちょっと全部入れちゃいたいと思います。入れちゃいました。で、炭酸水こんなもんですかね。ちょっと炭酸水入れすぎましたかね。はい、完成です。ガリガリ君シャーベット。なんかもうすげえ美味しそうですね。では、いただいてみたいと思います。こんな状態です。本当にシャーベットになってますね。グッドです。うまいです。ああ。本当に暑い日に最高かもしれないですね。で、これ若干ちょっと炭酸水多かったかもしれないですね。炭酸水少なめの方が多分いいと思います。さっぱりしますね。で、炭酸水を混ぜることによって、ガリガリ君がちょっと甘すぎるなっていう人には、ちょっと抑えられる感じもありますね。炭酸水で。で、炭酸水のシュワシュワ感で、こう、爽やかというか、いい感じの甘さと、なってますね。ということで、ちょっと、いろんなガリガリ君でもうちょっとやってみたいなと思います。今回はちょっと試しで、分量とかがよく分かんなかったんで、ちょっと多めかなっていうところも、炭酸水がちょっと多すぎたかなっていうところはありますけれども、すごくいいと思います。ガリガリ君って確かこれ、100円しないですよね。60円。スーパーで買うと、かなり安かったと思う。ということで、今回は、ガリガリ君に炭酸水を混ぜて、ガリガリ君美味しく食べる方法、ガリガリ君シャーベットをやってみた。あります。それでは制限チャンネルでした。ありがとうございました。また。